もう始まって1ヶ月弱ですかね、経ちましたけど、まあ、今のところ怪我なくやれてるので、まあ、今年にかける思いみたいなところはプレーで表現できたらいいなと思ってやってます。やっぱり基準を下げないこと、とにかく僕たちは J1 に上がって J1 で優勝するっていうところを見ながらやらなきゃいけないと思ってるので、自分たちで作れる基準は本当に高いところに設定できるように、まあ、今日頃から練習取り組んでるというところです。やっぱり今年1年どういうサッカーをしていくかっていうところだったりとか、この1年にかける思いっていうのをスタジアムに来てる皆さんだったり、ダゾンで見てくれてる方々に示す最初の試合だと思うので、まあ、そこで波に乗れるかっていうところはすごく重要になってくると思いますし、まあ、今回声出し応援も解禁っていうところで3年ぶりですか、3年ぶりの、まあ、しかも開幕戦以来エスパルスの日本平での声出し応援を経験してない選手もたくさんいるので、まあ、これがやっぱりエスパルスなんだぞっていうのを感じてもらえるような勝ち録をやって終われるような試合にしたいと思います。まあ、去年1年本当悔しい思いを僕たちもしましたし、サポーターの皆さんにもさせてしまったと思っているので、本当に今年1年にかける思いっていうのを僕たちはピッチの中で示せればいいと思ってますし、初戦勝って今年悔しい思いをしないようにチーム全員戦うつもりでいるので、サポーターの皆さんにも一緒に戦っていただいて、より多くの喜びを共有できたらいいなと思います。2023シーズン開幕まであと5日。